ヤナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはショードアウトサイダー仮面ライダーシリーズ第7弾、ついにこちらになります、ダークローチ。今日はこちらを見ていただきたいと思います。さあ、いくつ買ったか見てください。当選者、先ほどの建物から現れるシーンをちょっと表現してみたか、やってみました。全部で5つ、まあそれでも、600円ですから、ここは5,633,300円ですね、かけて買うことができた。まあこれで僕集めた方だと思いますよ。まあ持ってる人は結構持ってて転売してる方もいるんじゃないかと思いますけど、まあこれ限界ですよ。これ以上絶対買えない。もうどこ行っても駆除されてますよ、本当にね。でもちょっといろいろポーズを変えてみて、ちょっと ダラーンとした感じとかね、これから向かうぞみたいな攻撃するような形とか、いろんなポーズを取ってみました。でそれでちょっとさっきみたいにね、ダラダラダラダって感じで出してみたんですけども、あのこの食玩ベースを使って、まあ、あの全くね、この組み立てバラバラしてるのか、重ねると何のパーツもついてないんで、もうとにかくこれで完成体なんですよ。ですからそれでいろんなポーズをとって、見ていただいた方がいい感じになります。食玩ベースで付けた形で見ていきましょう。ダークローチ1回だけ見るとこんな感じになります。もう本来食玩ベースってこういう使い方がベターなんですよね、初めて標準で使ってみました。いやーこれはでもね、ほんとたくさん、買えればいいんですけど、まあ私は5体が限界でしたね。それ以上はどうしてもどこ行っても売ってませんでした。いやこの後ろの姿のこの、まあ、黒一色だからね、この塗装なしとかなんとかじゃなくて造形がすごいもんですよね。いや綺麗に完成されてますよねこれね。いやこのダークローチ本当5体でもまあ複数用意できただけ良かったと思っておきます。いや作りも完璧ですよね、こうやって5体でもこう密集していくとね、結構たくさんいるような感じに見えますよね。まあもう5体でそういう風に見せていくしかないんですけどね。ほんと僕思うのは、このブレードでこのダークローチを出すならば、アギトの劇場版出てきたアントロードも出てきたらいいなとは思いますよね。まあ後々に検討してもらえればと思いますが、今ちょっとねいきなり出されてもいやーかなり使いましたよこれ。まあたとえ現金であろうがクレジットだろうが結構額は額ですからね。いやー他の方々すごいスタミナあるわよ、こんなに買えたわ、いやー本当にこちらほらそのね次に出てくるアビローチも結構買うわけじゃないですか。いやー相当な今回は、出費でしたけど、まあ買ってよかったと思ってます。いやーこれだけ、集めることができました。さあいかがだったでしょうか。今回は、ダークローチ見ていただきました。本当皆さんどのくらい買えたんでしょうかね、まあ、買えなかったのは本当これ悔しいですよね。また転売屋さんの力を借りなきゃいけないのもあるし、まあまだ大半なんだあんまり有名じゃないっていう言い方じゃ悪いんだけど、そうあんまりメジャーじゃないスーパーって不意にこういうの置くんですよね、セットで。そういう時結構狙い目かもしれません。販売の日から結構1週間2週間経ってから入荷する場合もありますから、もう私も狙ってますけど、まだ買えなかった人もぜひ狙ってみてください。今回以上でございます。最後のご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。